か、まあ、商品だけ取ってこいと。でこんなもんデビューの高とコミでございます。はい、今回なんですけどもラーメン食べてございます。ラーメン久しぶりですね。いやもう久しぶりっていうか半年以上ぶりぐらいじゃない。言い過ぎだけど、え、ちょいよ、このラーメン屋での撮影はそうですね。そうそうそう、はい、でしかもまあ今回コロナの影響で、まあ、6月1日から僕たちもやっぱり解禁ということでお店で撮らせていただける、その第1弾がやはりラーメン。本日の店舗が塩屋一新さんです。変わったラーメンもあるということなんで、ちょっと期待値込めて届くまで待っときましょう。はい、でちょっとラーメン以外も頼みましたんでね、はい、楽しみましょう。はい、はい、タビコン TV 久々のラーメンということで、ラーメン珍しいカルボナーラ。ラーメンこれは珍しい、人生初ちゃん、カルボナーララーメン初めてやな。ようこれを表現しはったと思う。嘘、すごいわ。ちょっとスープさ、ちょっと見せてや。ちょっとすごいわ。おお、あでも意外にさらさらやな。でもカルボナーラしっかり。あ、そうなんや、しっかりカルボナーラの味する。いただきます。うまいですね。ラーメンいいですね、やっぱり。え、カルボナーラ感はやっぱりちゃんとある？あるあるある、しっかりありますよ。で麺にもしっかり絡んでるし、ベーコン入ってる、ベーコン入ってます。さすがカルボナーラ。うわ、ほんまや。しっかりね。しかもカルボナーラのスープこれにしてほしいよな。それでもうまそうやな。うわ、カルボナーラ揉んでるって感じがする。おいしい、ありがとうございます。こちらはね、黄金スープの塩ラーメンでございます。すごいスープ綺麗ですね。めっちゃ綺麗。透き通ってますね。チンタンスープっていうんですね。シンプルなんかいいですね。うん、これね、塩ラーメン、ほんまに視聴者さんから塩ラーメン食べてくれっていう声が結構多かったんで、そうね、ぜひね、ここです。どうぞ。吸ったら黄金色やな。うまそう。久々のラーメン。わっつ。うわあ、うわあ。塩ラーメンやけど、コクがすごい、旨味が。うまそうやもんね。若干甘いかなって感じする。いただきます。どうぞ。うん、ちょっともちもちしてて、うん、確かに麺に少しなんかこう甘みというか味がある感じがする。初めて食べるけどこれ美味しいわ。塩ラーメンこんなうまいんやな。しかも食べやすいしな。これぜひ皆さんに食べてほしい。ラーメン食べるの幸せやね。幸せや。なんかホッとさしてくれるラーメンやな。だよね。うわ、うまそうやな。鶏皮飯。鶏皮飯。鶏皮好きなんですよ。もうあのな、食べた瞬間何も喋らんでもよかった。サクッという音聞こえたもん。しっかり醤油で焼き焦がしちゃってめっちゃ美味しいです。はい、来ました、ホルモンの唐揚げ。もう何回も大好きやで公言してるんですけど、これです。いや、間違いないですね。うん、うまいっす。もう深く語る必要ない。マジでうまい。食べよう、ビール飲みたい。はい、よし、食べましょう。いい。はい、てなわけでね、食べてきましたけどどうでしたか？いやー、うまかったっすね。うまかったっすね。カルボナーララーメン、斬新でした。斬新やね。はい、塩ラーメンの方はやっぱ人気あるなって分かるような感じで万人受けする味でしたね。あ、そうですか。美味しかったっすね。美味しかったね、僕ももらったけど。うん、また食べたいですね。食べたいです。またラーメン行きましょう。行きましょう。はい、おい、今回ありがとうございました。ありがとうございました。また今後とも食べ続けていきます。食べてこのジュイでしゅい。食べてこのジュイでした。バイ。この動画が良かったと思う方は高評価、今後も見たいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。あとインスタ、ツイッター、フェイスブック。